って結構かかるよ、はいはいはい、こうやって大人になったらなんかすぐ行ける距離っていうかね。あ、まあ、最近あんまりちょっといろいろ楽しいよくない、よくはないことはない、恋愛運とか、あ、恋愛運先生、5000円からでございます。はい、先生、5000円からでございます。あ、刑事ですか？2070円のお菓子まで2000円になるでしょう。よし。あ、はい。わかりました。すいません、丁寧にありがとうございます。すいません。来ましたね。ちょっと今日こちらに行こう。行こうですか。うん。みたいな、うまいです。結構。有名なね。すごいよこれ。ただいまー。すみません、ぶっかけの冷たい、あったかいので。あったかいの。あったかい。あったかい、そうなります。すいません。ぶっかけ賞のあったかい、入ってます。こちら、香川で言ったらぶっかけなんで、ね、うわなんか優しい感じがね、チーズも優しいし、なんかコシがありますよね、うん、はい、でこれからね、ちょっと高松の方にあの五色台かな、五色台ですか、五色台っていうところがあって、そこを通過してちょっと高松の方に行こうかなと、はい、ちょっとこの上をこれを越えたら多分、あ、多分あれが五色台かな、五色台か、五色台か、あの辺だね、上にたあれあるの、なんか自衛隊の基地みたいな、基地かなんか駐屯地の演習場かな、なんか白いのね、そうそう、鉱材ね、もともとほんま有料の道路だけど、あ、そうなんですか、もうちょっとしたらなんかそういう料金所みたいなね、まあ、なんでかっていうと、まあ、トンネルとかあるから、やっぱトンネルで一気にその高松の町に入るっていうか、はいはい、迎えるのってあったから、まあ、懐かしいわ、もう畑あったよね、あの上とかがあるか、みかん畑、あの上とかね、みかん愛媛のイメージですよね、まあでもその瀬戸内海じゃないけど、あ、温暖な地方で、そう、もう日が、山もちょうどいいよな、なんか ああいう感じのみかんなんですよ、昔なんかみかん狩り行ったような感じですね、みかん狩り、山がね、優しいね、のどかですね、なんかね、あったかい、あったかいのがあるんじゃないですか、やっぱその県民性の温かさみたいなね、うん、愛媛も結構あったかかったんで、やっぱあったかい人よく来ましたね、ちょっとトンネル入りますよ、もう料金所通過したかもしれない、うん、昔あったんだけどね、五色台トンネル、五色台じゃなくて、銃の名前みたいですね、五色戦車みたいな、あ、
スタジアムが五色台スタジアムってあるんですか。オリーブスタジアムで、ああここやりますよ、僕ら四国大会出ましたこれ。あ、そうなんだ。ここなんですね。そう。あの レグザムですよね、あれ。あ、レグザムスタジアム、ね、名前変わったよね。レグザムですね。やりました、試合もら。ここなんだ。行きました。でも、友達がオリーブガーデンズにいるんですか。あー、そうなんだ。はあ、ここの同級生。でも近いね。サンポートじゃないけどな。あ、サンポートか。もう街がね、見えて。前見えるのがあのサンポート高松。なんなんですか、サンポート高松。商業ビルっていうか、まあなんかいろんなね、ちょっとランチしたりとか。あ、なるほど。ちょっとあのオフィスとか。うわ、変わってないよな、このボール。ボールというか、ボーリング場。シーサイドボール。なるほど。さっきなんかね、そのインスタのストーリー見てくれてね、その友達がね、なんか、あ、カガおりやんって言ってやったんですけど、なんとその友達になんか結婚するらしい。それ大丈夫だと思う。個人情報。あ、まあでも誰か分かんないこれもう長いよ、すごい。もうこのなんか絵がだ、なんか絵がすごい昔っすね。変わらんね、ここは。へぇ、プリクラ撮りに行ったりね。あ、もうその時プリクラが初めて出たところで、あ、そのやっぱ興味本位で、しかも小学校の時だったから。じゃあもうゲールさんのなんかもう、なんていうんですかね、思い出の地というか。そうそう、今日はもうそういう感じで行こうかな。あー、なんかもう思い出、酸っぱい思い出、なんか甘酸っぱい。酸っぱい、そんなんないっけ。甘酸っぱい。そんなね、おばあちゃんち行くから次そんななんか、そんなんな、しかも若い人見たことないし。本当ですか、この辺は。この辺とかも親戚が多くて。あ、そうなんですね。ほとんど親戚大阪だけど。最初からもうガーデンに貼っておりますね。でもそんな変わってないな、雰囲気は。そうなんですよ。今ウインカー出してるとこコンビニがあったりねしたんだけど、今もう、うん、で今来てるとこがね、僕のおばあちゃんの家からすごい近く、歩いてもう1分もかからない、30秒ぐらいのところにある。これ一応対岸っていうか、まあ、オフィシャルな海岸じゃないけど、海岸なんだけど海水浴する海岸じゃないっていうことなんですけど、なんか毎年昔はね人がすごい集まってたんですけど、今はねもうなんかこういうちょっと老人ホームじゃないですけど、そういう建物ができたりとか、こっち側この横とか昔は健康センターがあってなんかスポーツするそういう場所だったんだけど、もうそれなくなっちゃって、この前とかも駐車場があって、でもそれもなくなって、もう今はもう普通のもう何だろうな、ちょっと海岸みたいな感じになってて、昔は、ね、海水浴場だったんですけど、だいぶ変わりましたね。なんかちょっと悲しいなと思いながら、ちょっと歩いていきましょうかね。で、あっちに見えるのが女木島っていう、あの別名なんか鬼ヶ島っていう、あの山の上になんかその鬼の靴があって、僕らもよく行ったんですけど、こんな感じになってますね。で、あの向こうが市営プール。夏になったらみんなね、ここで、あそこでね、楽しんで。もうだいぶ変わりました、お店によって。昔ね、本当に何もなかった。何もなかったっていうか、健康センターがあって。はい、っていうわけで、僕もあんましこれわからなかったんですけど、今まで。なんかその、なんかここで、その、泳ぎ方の、練習みたいな、練習っていうかそういうのを統一するとか、なんかいろいろなんか泳法がって書いて統一してなんかっていうの書いてあるんですよね。ここで指導されたとか、水蓮こんな隙間があるんですよ。はいはいはい。で、子供だったら結構かかるやん、はいはいはい、こうやって大人になったらなんかすぐ行ける距離っていうかね。あ、なんか変わったないうか、自分もちっちゃかったやなとか思いながら。いや、わかりますよ、本当に。いろいろ船があるわけですけど、
雪降ってるのがやばいっすよね。うん、今日はやっぱ寒いね。ちょっと撮影 OK もらったんで、ちょっとねメニューがこちらになってますけどね、親鳥と雛鳥があるんですけど、まあ親鳥噛み応えがねあるということで、で雛鳥が柔らかくて、まあわかりますよね。骨付き鳥一筋60年余りということで、かなり老舗ということで、こういう感じになってます。元の室でね。ああ、さっき言ってた。つかまつれみたいな。いいよ。やっぱ歴史勉強してよかった。言ってましたよね、ちゃんとね。ああ、言ってた。ちょっと水族館。でも水族館は無理だね。時間的に。八島寺。パーッと見るだけだね。なんかやってないね。あ、これ。これか。はい、はい、はい、行こう。
あれだね、なんか、はい、服のやつ兵庫の YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。